皆さんこんにちは、高坂智也、通称たまちゃんです。放射能と被爆の基礎知識2回目をお送りさせていただきます。講師の田中一郎さんです。よろしくお願いいたします。こんにちは。前回の続きをお話したいと思いますので、黒板にちょっと貼っておきましたけれど、今日はあの放射線とかですね、放射能の世界そのものの中をちょっと覗き込んでみたいというふうに思っています。でそれはまあ前回申し上げたように、物理学の世界、特に核物理学の世界で超ミクロの世界ですね。だから私たちの体っていうのは、まあこの前申し上げましたけど、いろんな臓器があって、その臓器は細胞からできていて、細胞の中にはさらにいろんな器官があってっていうのは、どん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 こうちっちゃいところまでこう突き詰めていくとなっていくんですけど、さらにそれを突き詰めていくと分子がある。その分子は何からできているかっていうと原子からできていて、その原子は何からできているかっていうと、まあ、ここに出てくるような素粒子からできている、こういう構造ですね。素粒子よりちっちゃいものは今のところないんです。でその世界がまあ大雑把にどんなになってるかっていうのをまあ知っていただく。でそれが要するに放射能、放射線の世界の一番ベースになっているところですね。ここを知らないとなかなか放射能、放射線を理解しにくいので、まあ理科の授業みたいになって恐縮ですけど、お話したいというふうに思います。でここまずこれです。で原子と分子、分子の方が大きいですからね。分子が、原子がいくつか集まって分子ができるというふうになってるんですね。だから分子があって、さらにそれをちっちゃくしたら原子です。でその原子の成り立ちはどうなっているかというと、原子核と電子があるというん で言葉で分かりにくいんで、これちょっと見ていただければ、まあ、これでもいいしこっちでもいいんですけど、でこれあの三原みどりさんっていうですね、大阪の放射線とか放射能に詳しい研究者の方のレジュメからちょっと一部いただいてきました。非常によくできたレジュメですね。綺麗でですね。それで、まあ、ここどれでもいいんですけど、これ一番簡単なこの水素がいいと、ちょっとこうなんか視力検査やってるみたいな恐縮なんですけどね。この水素原子っていうのがあるんですけど、で水素原子っていうのはですね、原子核一つがあって、その周りに電子が1個だけ飛んでると、こういうのが水素原子です。でこの原、これ核、中核兵器の核ですけど、この核の中にですね、陽子が1個だけっていうのがですね、水素なんです。でこれまあこれですね。これは普通の水素原子です。で、つまり原子核があって、その周りに電子が飛んでいると、こういうのがですね、原子の成り立ちですね。原子の成り立ちですよ、間違わないでください。原子の成り立ちで、その原子がいくつか集まって分子ができるわけですね。これ逆にしないでくださいね。原子がいくつか集まって分子ができるということです。で、今申し上げました原子核なんですけど、原子核っていうのはこの電子が飛んでる周りの真ん中にある、これなんか太陽系みたいですよね、言ってみればね。太陽の周りを地球が飛んでるとか火星が飛んでるとか、まあ、あれとよく似てるわけですけど、その太陽に当たるところが核で、この原子核がですね、実はまあ陽子だけじゃなくて、中性子とか中間子とかニュートリノとか、そういったものが入ってます。でとりあえず我々が知っておかなきゃいけないのはですね、陽子と中性子だけでいいです。あとはもういいです。科学者はいろいろ言いますけど、あとはよくて、我々がとりあえず知っておかなきゃいけないのは陽子と中性子だけをしっかり知っておくと、そういうことですね。それでこの陽子というのはですね、電気を帯びています。電気を帯びている、電気で、陽子ですからプラスの電気なんですね。それで、もう他方この陽子の周りをぐん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 飛んでる電子、こいつも電気を帯びていて、でこっちの電気はですね、マイナスの電気を帯びていると。で当然ながらですよ、プラスとマイナスはこう引き付け合うじゃないですか。だからその引き付け合う力を利用しながらビューンと回ってるわけですね。だちょうど太陽がですね、地球の太陽の引力と地球の引力でこう引っ張り合いながら、地球が太陽の周りをこうぐるぐる回ってるのと似たような話ですね。そういうふうに覚えてください。本当はそうじゃないんですけどね、そういうふうに覚えておけばいいということです。で、次にですね、まあここまでは大体お分かりだと思うんですけど、ここからややこしくなりますからね。次に陽子の数、これ大事なんです。陽子の数で、これはですね、原子番号というふうに言ってるんです。で、まあ水素は簡単ですよ、陽子1個なんだけど、だけどもうちょっと大きい原子になると、今度はヘリウムっていうのがあって、ヘリウムの場合は陽子が2個です。
で、実はヘリウムの場合は陽子2個だけじゃなくて、中性子も2個あるんです。だから P が2個、 N っていうのはニュートラルだから、中性子ですけど、中性子2個、陽子2個、その周りを電子が2個飛んでる、これがヘリウムですね。でこういうのがあるわけです。で、原子番号っていうのは陽子の数ですから、水素というのは原子番号1番、ヘリウムというのは原子番号2番というふうになります。だから原子番号3とか5とか9とか言ったら、それは原子核の中にある陽子の数が9つなんだなとか7つなんだなっていうふうに、パンとこう反射神経のように覚えておけばいいわけですね。でこれ忘れないように先ほど言いましたよね、理系の話が難しくなるのは忘れるからなんですね。で次ですね、ここ書いてありますけど、基本的に原子というのはこの中にある陽子の数と、中性子関係ありません、中にある陽子の数と周りを飛んでる電子の数は同じな、同じでバランス取れてるわけですね。でところがですね、じゃあ絶対同じかというとそうでもなくて、まあ、例えば、水素でいうとこの電子どっかピョーンとか飛んでっちゃう時もあるんですよ。全然陽子だけになっちゃって電子いませんっていう、でこういうのをですねこういうふうに書くんです。で水素イオンっていうふうに言ってます。つまり、電子がどっか行っちゃったっていった時は陽子の数の方が多くなるんでプラスになるわけですね。それからどっかから電子が入ってきたとかいうのもあるんです。で入ってくると、例えばこういうふうに Cl のマイナスって、これ塩素ですけど、こういうふうに電子が外から1個余分に入ってきて、ぐるぐる回ってるっていうのもあって、そういうのはまあ、やっぱりイオンっていうんですよ。要するにイオンっていうのは、電荷を帯びていると、電荷を帯びているっていう、そういう意味ですけど、そういうふうになりますよということです。違えばイオンっていう感じですね。それから今度は中性子の方に注目してですね、でこの中性子というのも割と大事でですね、でこれは電気を帯びていません、だから中性子なんですけど、ただこの中性子もですね、例えばヘリウムでいうと、これ N がですね2個なんか普通なんですけど、1個の場合もあります。それこれ、ごめんなさい、 N が1個の場合もあります。でこういう、要するに原子核の中にですね、標準系のその中性子があるものと、標準でない中性子が多かったり少なかったりするものがあるんです。でそういうのをですね、同位体というふうに言ってるんです。同位体というふうに言ってます。それで、まあ、ここにちょっと例を書いておきましたけど、その前にこれ言わなきゃいけないですね。中性子と質量数というのがあったんですね。でこれ、この言葉、原子番号も大事ですけど、この質量数というのはもっと大事です。でこの質量数というのはですね、これは陽子と中性子の数を足した数字です。つまり、まあ、簡単に言えば原子核の中にある大きな粒の数、このニュートリノとかですね、中間子とかいうのはものすごくちっちゃいんです。すっごいちっちゃいので、電子よりもさらにちっちゃいんで、ほとんど我々知っとかなくていいので、原子核の中にある粒といえばですね、陽子か中性子っていうぐらいでいいと思います。でその数両方足したやつをですね、質量数というふうに言っている。でこの数字はですね、まあ、これが一番ね、よく使われますよね。これ裏235っていうでしょ。この235っていうこの数字がですね、質量数なんです。でこの235の意味はっていうと、これは陽子と原子核の中にある、ウランの原子核の中にある中性子と陽子の数を足した数、これが235だというふうに言ってるんですね。だけどよく、まあ、ものの新聞とか見ても分かるように、こういうのもあるでしょ。ウラン238ありますよね。でこれはこっちは放射性、要するに核分裂しやすいわけですけど、これはあんまりしないっていう、そういうやつなんですけど、こういうのをですね、同位体というふうに言うわけですね。ウランの同位体、まあ、もちろんこっちも同位体なんですけど、でこういうふうに中の、質量数、陽子と中性子の数が違う。で数が違うのはですね、これは陽子の数は基本的に同じなので、陽子の数が違っちゃったら元素が違ってきますからね。陽子の数は変わりませんけど、中性子の数が違うので、こうやって235とか238とかこういうのが出てくると。
でプルトニウムなんかでいうと、まあ、一番プルトニウムってこうですね、 PU でプルトニウム PU なんですけど、一番まあ原爆なんかに使うやつはプルトニウム239とか言ってるんですけどね、この239とかいうのも先ほど言ってるように質量数、これは中性子と陽子の数は足した分ですね。だけどこれ以外に一般数プルトニウムって238もあれば、プルトニウム240もあるんです。プルトニウム 241P じゃないね、プルトニウム243とかですね、こういうあるんですよ。でこういうのはみんなですね、中性子の数が違う。でこれみんな同位体って言ってるんですね。でその同位体が放射能を出すという性質を持っていれば放射性同位体というふうに言うんです。必ずしも同位体は放射能を持っているとは限らません。だけども放射性を持っている同位体がありますので、その放射性同位体のことを、あ、ごめんなさい、放射能を持っているやつを放射性同位体っていうふうに言うんです。でこれをですね、英語でかっこよく言うとアイソトープと言いますとか、聞いたことあるでしょ。で言葉ですから覚えるしかありません、はい、アイソトープの意味はって言われたら同位体、ね、でこの今、まあ、1,2,3,4 って言いましたけど、ここは基本的にしっかり記憶しておいてほしいんですよね。こういう世界で放射能っていうのが生まれてくる、放射線というのが出てくるんだということですね。それでこう括弧5はですね、これはまあついでに知っておいていただければ面白いんですけどね、中性子は電子を放出して陽子に変わる。面白いでしょ。中性子は電子を放出して陽子に変わる。例えばこういうところにあるこの中性子がですね、電子を外へビョンと掘り出してこいつが陽子に変わるとかですね、こういうことが起こる。それから陽子は陽電子を放出して中性子になる。面白いでしょなんか漫画の世界みたいで、陽子も陽電子とかいうのを出すの、プラスの電子っていうのがあるんだそうで、ね、本当にあるかどうかはちょっと分かりませんが、あるんだそうで、あってそれを放出すると中性子に変わる。つまり中性子と陽子はですね、変わりうるということですよ。これですね、そういう世界なんだと。これまあついでに知っておけばいいわけ。もっと面白いのは、そして放出した陽電子と電子をガシャンとガシャンとするとプラスマイナスでしょ。陽電子だからプラス、電子だからマイナス、プラスとマイナスあってジャーンとくっついてゼロになる。ゼロになって消えるかというとそうじゃなくてガンマ線に変わるというですね、まあ、電磁波に変わる、こんな話です。こういうことが起こりうるのだと、原子核の世界ではね、まあ、これはまあついでに知っておきたい話ですね。それでもうちょっと見てほしいのはですね、今申し上げたこれなんですけどね。それで実はまあ世の中水素とヘリウムだけじゃないんですよ。で陽子1個が水素、陽子2個がヘリウム、そして次に陽子3個になるとリチウム、4個になるとベリリウム、5個になるとホウ素、6個になると炭素、7個になると窒素、8つになると酸素、9つになるとフッ素、10個になるとネオンというふうにですね、こうずっとこうまだいっぱいあるわけです。でそれをですね、もっとまあこれはまあ最初のちょこっとだけしか書いてませんけど、全部出すとこんなになるんです。でこれ理科の時間見たことありますよね。周期律上というやつですね。でこれ覚え方はですね、水平離別僕の船相曲がるシップスクラーク船長というんですよ。でこれ覚えたら大学入学できます。まあどうでもいいんですけど、そんなのはね。でまあ、こう要するにこういういろんな元素、原子があるっていうんですけど、原子がいろいろあるっていうんだけれど、その原子の根本的な違いというのは原子核にある陽子の数なんです。陽子の数が1個ずつ違っていって、陽子の数が違ったらそれぞれ元素が出てくるんですよね。原子が出てくるということなんです。こういう原子がね、なんかこれとは全く異なった物質があってね、ヘリウム物質みたいなのがあって、水素とは全然違うんだ、そういう世界じゃないんですよ。基本的に同じ素粒子の陽子と中性子が作り上げているですね、摩訶不思議な世界です。これね、基本的には同じ性質の違うのは中性子と陽子しかないんです。それがですね、組み合わせによってこういうふうにいろんな元素を作り出していってるということなんですね。で当然ながらこの周りを飛んでる電子があって、その電子の数もまあピタッと陽子の数と一緒の時もあれば、違ってイオンになっている場合もあるという、そういうことですね。
それでもうちょっとお話ししますよ。今度はですね、まあ、これ周期律表の話をちょっと言いましたけど、今度はですね、この化学結合と言われてるんです。別名化学反応というふうに言ってもいいと思います。化学結合とか化学反応と言ってもいいます。これは一体何なんだと。で、化学反応の典型がですね、燃焼です。物を燃やすっていうね。あれは物っていうのは大体まあ 木とか紙が多いでしょ。木とか紙って炭素ですから、炭素と酸素を結合させる、化学結合させる、化学反応させる、これをですね燃焼というふうに言ってるわけです。酸化反応のことを燃焼という、炭素の酸化反応を燃焼というふうに言ってるんですよね。で、それはどういうものかというのをですね、簡単に見ていただこうかなと。で、一番簡単なのが水です。で、それはですね、宮田さんがここに書いてくれてますけど、これ見ていただくと、このでかい丸がですね、ちょっとちっちゃくて見えにくいんですけど、このでかい丸がですね、酸素なんです。で、ちっちゃい丸が水素なんですね。水素、それで、説明申し上げなきゃいけないのは、酸素は第一軌道に2個原子があって、これはもう満杯っていうかね、ちょっと言いませんでしたね。ここの第1列目、周期律表でいうと、この第1列目がですね、第1軌道っていうふうに言われてる、電子の第1軌道。で、その次のこの線がですね、電子の第2軌道っていうふうに言われてる。で、その次のこの3番目のこの3って書いてあるところ、これが第3軌道っていうふうに言われてます。で、大体この辺まででいいんですよ。素人が知っておくのはね。それで、第1軌道の電子の定数は2。選挙の議席みたいなのですね。で、第2軌道と第3軌道はそれぞれ8って決まっとるわけです。決まってそれ以上は入れませんからね。で、それぞれ、電子を1個持ってるのも2個持ってるのも3個持ってるんだけど、そのうちの2個は第1軌道にあって、1個だけが第2軌道に行ってる、こういう形ですね。で、酸素はどこにあるかというと、ここにある、ここにありますね。ここにあるので、陽子の数は1、2、3、4、5、6、7、8、陽子の数は8個ですから、電子も8個あるんです。で、電子が8個あるっていうことがあって、そのうちの2個は第1軌道に入ってますから、あと残り6個、6個が第2軌道をぐるっと回ってるわけですね。で、実はその元素というのはですね、その電子の軌道が満杯になっている状態、つまりここで言うとここですね、ここ一番右端、こっちで言うとここ、この右端ですね。電子の数がですね、第1軌道2個フルに入ってる、ヘリウム、第2軌道電子がフルに入って、第1軌道にももちろん入ってますけど、第2軌道にもフルに入ってるのがネオン、で、第3軌道にも8個フルに入ってるのがアルゴンというふうにですね。で、ここのところというのはですね、非常に物質として安定するんです。安定する、自分で、あ、これでもう電子満杯だって言ってですね、もうゆったりしちゃうんですよ。ところが電子が足りん、1個その軌道に対して1個足りないフッ素とか、あるいは1個余ってるリチウムとかっていうのですね、その電子がですね、あと残り7つ穴が開いてるような状態なので、非常に不安定なんですね。それなんで、電子が少ないとこ、第1軌道、第2軌道に電子が少ないところ、そういうやつはですね、その電子、よそにこう、ぴょっとこう、外で出したがる。それから逆にこっちの方のあと1個で、8個になりそうだっていうようなところはですね、欲しがるわけですね。で、その出したがる欲しがるをですね、くっつけたのがこれだ。で、この酸素を見てみるとですね、第1軌道2個なんですけど、第2軌道はですね、電子が6個で、あと2個で第2軌道が8個になって満杯になって落ち着けるわけです。で、それをですね、自分で自慢かないできないので、水素をちょっとくっついてもらうわけです。で、水素ちゃんがですね、ここにくっつくと、水素が持ってるのは1個ですよ、電子がね、電子が1個なので、その電子をここくっつけて水素と共有するわけですね。で、その時に水素は、で、その酸素が持ってるやつも1個自分でお借りして、水素は水素で自分でこうちゃっかりですね、落ち着いちゃう。つまり酸素と水素の共同体みたいなのができて、それぞれ電子軌道がですね、うまいこと酸素も水素もですね、2個8個で飽和しちゃうっていうかです、安定しちゃうわけです。それで水っていうのができて、水は安定するわけです。すごく安定するわけです。ほっといても何も、水は水なんですよ、全然動かない。で、これがですね、基本的な化学結合の基本なんです。つまり電子をですね、
電子の共有結合、電子を共有する結合という意味で電子共有結合、電子を共有する結合なんです。つまり化学反応の正体は、これは原子が持っている電気的な性質の延長にあるということなんです。つまり化学の世界というのは電子と陽子のですね、取りなすその電気反応の世界をですね、解明したものが化学だと化学だっていうふうに言ってもいいぐらいの、そういう話ですね。つまり化学結合というのは繰り返しになりますけど、電子を共有して原子同士がくっつく、でくっついたこの状態を分子っていうふうに言うわけですね。でくっつき方はいろいろありますよ、いろいろある。それを研究するのが化学なんですけど、例えば今の水素で言えば、水素が2個くっつくことだってできるわけですよね。こう陽子があって、こう陽子があって、でそれぞれ1個電子持ってましたでしょ。だからこうやって水素と水素原子同士がくっついて H2 って言ってできるわけですね。でこれが水素ガスです。水素ガス、あの福島ボカーンとかになりましたよね。爆発した時のあれ水素ガスってことなんです。でこの水素ガスがボカーンというのは燃えたってことですからね。それは水素ガスが酸素と反応して水ができて、これです。できたということ。その時に、その、この時に化学反応のエネルギーがわーっと出て、水素爆発でボワーンとこう、熱とあと、なんか爆風っていうかですね、ああいうエネルギーが出たということなんですよね。でも、あの燃焼爆発のエネルギーっていうのは、あくまで化学エネルギーですからね。化学のエネルギーは物理の原子核のエネルギーに比べると格段に小さい。原子核のエネルギーは原子爆弾ですから、水素爆発どころの話じゃないんです。ものすごいんです。そこは違いは押さえておいてください。それで、まあここちょっと書いておきましたけど、放射能を煮ても、まあ、焼いてもダメだ、どうしようもない。毒性は消えないというのはですね、煮るとか焼くとかいうのは、まあ、酸素と結合させることなので、酸素と結合させても、放射性の性格は変わりませんと、こういうことですね。それでトリチウムちょっと見てもらいましょうかね。あの宮原さんがちょっと書いてくれてるんですけど、トリチウム、トリチウムって出てきますね。トリチウムっていうのは基本的に水素なんですよ。水素、ただし水素といってもですね、ちょっと違う水素ですね。で、まあ、これトリチウムなんですけど、3種類、水素はですね、実はこれ3種類、同位体が3種類あって、で、左端がこれは普通の水素で、ほとんどこれですけど、たまにですね、重水素っていうのがあって、それはですね、中性子が中に1個入ってる。こういうのがですね、重水素っていうふうに言われてます。で、この重水素を使った水が重水なの。わかります？重水。重い水って書いて重水。でさらにもう一個中性子が核の原子核の中に入ったのが、これがですねトリチウムっていうんですね。これも水素です。三重水素、これが重水素ですから、これは3つ入ってるので三重水素って言ってるんです。だから基本的にはですね、水素も三重水素も水素に変わりはないわけです。だから先ほど言ったここの水素のところに三重水素が来ても全然何の問題もないですね。三重水素だって電子1個しか持ってませんから、だから電子1個しか持ってないので、ここに来て酸素と結合して酸素と電子1個を持ち合いして、こっちも重水素でもいいんですけど、まあ別に普通の水素でもいいんですけど、三重水素がくっついて水を作っても何の問題もなくて、何の問題もないどころか普通の水と区別つかないんですよ。全く同じです。だからトリチウムを除去できないっていうのはこういうところから来てるわけですね。でただ除去できる可能性が唯一あるのはここでしょ。違いは重さが違うんですよ。だけどこれものすごいちっちゃい世界ですからね。これ絵に描いたらえらいこっち重そうに見えますけど、えらいちっちゃい世界なので、このえらいちっちゃい世界をですね、普通の水と分離するっていうのは容易じゃないです。本当に。だから実験室でビーカーの中の
中にあるトリチウムを分離して普通の水と分けたい、それぐらいならねできるんですけど、実験室の中で相当装置つけてですね、遠心分離器とか話なんで、そういうの使ってできますけど、あのタンクに入ってるですね何十万トンの汚染水をですね、あれをですね分離しろっていうのは物理的にもう多分天文学的な費用がかかってとてもできないって、そんな話なんですよね。でトリチウムが除去できない理由はこれです。これがここへ来てるだけの話だから、水素というですね化学的な性質は何にも変わらない、化学としての性質、化学の性質っていうのは先ほど言ったように電気的な性質なんです。電気的な性質が全然変わらないので、つまり電子は1個だし陽子も1個なの、それは水素と何も変わらないので、ただ中性子が2個入ってるだけの話だから電気的性質が変わりませんから、化学的な性質は一般水素とトリチウムも同じだっていう、そういうことになるんですね。それからあと若干のことを申し上げておきますと、一番左足ここのところですね、ここのところ要するに、第一軌道の電子が2個全部入ってます。第二軌道の電子は8個全部入ってます、つまりヘリウムとかネオン、第三軌道も8個の電子が全部入ってます、アルゴン、こういうやつですね。でこれをですね不活性ガスっていうふうに言いますので、これを覚えていてください。不活性ガスですね。でなんで不活性かというと、もう自分の原子一家で自分のとこだけでちゃんとその電子間に合ってます、だからどなたとも結婚いたしませんと、自分のところだけで完結してますのでどなたともお付き合いいたしませんっていうんでですね、このここにある原子はですね他とくっつかない、つまり燃えない、酸素とは結合しない、水素とももちろん結合しないっていうふうにですね、つまり活性がない、化学的な反応を起こさないっていう意味で不活性で、しかも状態常温だとガス状態らしいんですね。で不活性ガスっていうふうに言ってます。でところがですよ、ところがこの中にこのキセノンってあるんですけど、このアルゴンの下なんですけどね、こう XE ですね、アルゴンの2つ下に XE ってあります。これはキセノンなんです。キセノンって言うんですけど、実は福島第一原発で事故が起きた時に一番たくさん出たのがこのキセノンです。でこのキセノンの中に放射性物質あります、あります。で放射性キセノンがですね、まあ、それこそ本当要素とかですねセシウムの量のですね、ものすごい何十倍何百倍何千倍っていう量が出ていてですね、でただ半減期が短くて不活性ガスなので、政府とかですね原子力村の人は、あ、キセノンは大丈夫だよっていうふうに言うんですよ。でもですよ、でも出てる量がですねべらぼうな量なんですよ。ものすごい量出てるんで、その量がですねもうべらぼうですから、いくらですね半減期短いんだ、不活性ガスだと言ったってですね、それを人間の周りに存在させれば息も吸うでしょうし、体だって被爆しますからね。だからこの不活性ガスの特にキセノンのその放出放射能の量っていうのはですね要注意ということです。これそれだけちょっと付録で申し上げています。はい、いいですか。はい、水素原子の中で重水素原子は安定同位体、トリチウムになると放射性同位体、はい、トリチウムはこれ安定ではない、ない、放射性ですね。ああ、はい、多分ですねこの中性子がですね、この中性子が電子を放出するんですよ。先ほどほらここに書いてあるじゃないですか、中性子は電子を放出して陽子って書いてますでしょ、はい、これが多分ですねこのトリチウムのこの中性子が電子を外へビャーンと出すんです、うん、そしてこいつが陽子に変わるんですね。で陽子に変わるとこれ陽子2個になりますので、水素でなくなってヘリウムに変わるわけです。でトリチウムがなぜ危ないのかっていうと、トリチウムっていうかこのトリチウム水とかトリチウムがなぜ危ないのかっていうと、人間の体って水素だらけなんですよ。人間の細胞とか全部水素を全部使ったものになってですね、その中にですよこういうものを体の中に取り込むと、当然ながら その体の中の水素と入れ替わるわけですよね、トリチウムがね。でその入れ替わったトリチウムが電子を放出して勝手にヘリウムに変わるわけですよ。そうすると想像つくじゃないですか。そういうことなんですね。自分の臓器がですね、臓器の一部が水素からヘリウムに変わったらですね、おかしくなりますよ、それ。だから危ないわけです、トリチウムは。トリチウムなんて、水だから体に入っても10日で出ていくなんて言ってるんですけど、まあ、それはまただいぶ先でちょっとご説明するけど、必ずしもそうではない。だから危ない、潜在的に危ない理由はそこですね。ここから電子がビョーンと出て、これが陽子に変わってヘリウムに変わる。
でヘリウムのしかもまあ中性子1個しかないので同位体として、まあ、存在するってこの辺じゃあその重水素の方にも中性子ありますよね、はい、その中性子もこっちは出てこないですね。それは出てこない出てこない、はい、1個だったら出てこないけど2個だったら出てくる出てくる、はいはい、ただこの重水素って例えばカナダのキャンドゥーローっていう原子炉があるんですけどそのカナダのキャンドゥーローの冷却剤に使われてるんですこの重水素っていうのは。でこれは比較的中性子吸収してですねトリチウムに変わりやすいんです。そうでしょうね。こっちよりもこれよりも こっちの方がこっちになりやすいって大体想像つきますよね。中性子が2個取らなきゃなれないんだけどこいつは1個あればトリチウムになるわけですからこっちの方がこっちに比べるとトリチウムになりやすくてでこれは中性子を吸収して例えば原子炉の中とかですね中性子吸収してトリチウムに変わるんです。だからカナダの原子炉っていうのはトリチウムがものすごくたくさん出てる。そしてカナダのその原子炉の周辺地域では子供の白血病とかが多いんですよ。それどっかのなんですかインターネットでカナダキャンドゥーローってやってトリチウムとかってやるとバーッと出てきます。じゃあどうぞ質問、はい、そのウランというのはその周期率用でいうとここですね、はい、とまあ、一番右が安定しているわけなんで、はいここですね、まあ、比較的その不安定な状態にあると。そうですね、はい、例えば一番左の3番目のナトリウムなんていうのは非常に、まあ、ちょっとでも水がつくと爆発するとか言いますよね。そういう意味で不安定だと、はいはい、でウランもじゃあかなり不安定で、はい、まして陽子、中性子の数が230いくつもあるわけですよね。とその中の中性子が相当なんていうか電子になったり、はい、たりとかして、はい、結局不安定になると、はいはい、でそれが結局、なんていうか陽子の数が変わって、はい、それでセシウムになったりとかセノンになったりするという、はいこんな理解なんですよね、はいはい、ちょっと入ってますよね、はい、それはご説明した方がいいかもしれません。ウラン235ですよね。でこの235っていうのは先ほど言ったように質量数なの でこれは陽子と中性子の数を足したものですね。で235ですからですね原子核がもうめちゃめちゃ大きいわけですね。だからもうそれ自体で不安定なんです。原子核自体がでかすぎて不安定なだからもう割れたくてしょうがないと言った方がいいかもしれません。でこれ割れるわけです放射性で、ね、割れて。でどう割れるかというとですね大体このパターンが多いんじゃないですかね。一つが要素大体130ぐらい質量数でいう130ぐらいの元素とそれから90ぐらいの元素ですね。この2つに割れてあとこれ足すと221にしかならないからあと、221だから14足りないんですかね。これ何かになるんですよ14ね。でこのうちの、2つだったと思うんですけど2つはですね中性子の方が飛んでいくんです。確か2つだったと思いますけど。でこの中性子が飛んでいって次のウラン235にぶち当たってですねそして核分裂を起こしてさらに中性子2個出してまたそれがウラン235に当たってまた分裂するっていうですね。こういうふうにでこれがですね核反応の連鎖でこれが原爆です。ウラン原爆ですね。だけど、間違っちゃいけないのは235が割れてるわけですからその割れた結果減りも増えもしませんので、何と何と何に分かれて出てくる。で大体出てくる傾向として130前後の元素と原子とそれから90前後の原子で出てくることが多い。でセシウムは確か134とか137ですよね。これもまあ大体似たようなものですから。だから陽素とかセシウムになってウランが外れると同時にですねこれですよ。これストロンチウムなんです。同じぐらいあっておかしくないんです。大体90ストロンチウム以外も例えばイットリウムとかあるんですけどまあそれストロンチウムは90だけじゃなくて89とかいうのもありますけどね。大体このところら辺の元素に割れてですねそれで核分裂が起こって、だから陽素セシウムストロンチウムっていうのは危ないっていうふうに言ってるんだけど日本はですねこれまあ
ゆくゆく話しようと思ってるんですけど、これ隠してるわけですよ。調べもしないしですね、ちゃんと。ものすごく危ないんです、ストロンチウムって。こんなこっちに比べると、まあ要素はかなり危ないんですけど、これ半減期同じものですから、これ。まあその話はまた後ほどしますね。だから核分裂ってこういうふうにします。つまり質量数は全体足したら変わらないんですね。それから単独でこういうふうに飛んでいくやつもありますからね、気をつけないといけない。でこれをまあ詳しく本当は物理学者とか知ってるはずなんですけど、解説した本が一冊もないんですよね。本当に私探してるんですけど、こういうあの放射性同位元素の化学的な性質と、それから分裂した時にどういうふうに分裂して中性子をいくつ出して電子はいくつ出してとか、そういうの知りたいわけなんですけどね、ないない。あるって言って見せてもらったことあるんですけど、なんかねマンダラ図みたいになってて、わけわかんない、私が見てもわけわかんない。まあ、こんなようなことなんです。だから、要素セシウムがいたら、ストロンチウムいるぞっていうふうに思ってほしいわけです。と、はい、いうのが、溜まって、どんどん溜まってるってことですね。そうですね。そういうふうに考えて。はい、そうですね。これは、まあ、混然一体とぐちゃぐちゃの状態でね、死の灰として溜まってるわけですね。これで申し上げれば、要するに、化学反応というのは、こういう電子を共有する結合で、起きてるっていう。だから化学の性質というのは電気の性質だ、物質の電気の性質だっていうふうに理解してほしいということ。そこがポイントですね。あとはまあ細かいところはまあ何回も何回もこう見てるうちにですね、覚えてしまうと思いますので。いわゆる核分裂なんですね、これがね。こっちは核分裂ですね。ですね、こっちは核の分裂です、うん。こっちは化学結合に過ぎないんです。要するに反応が起きてるのがこういう電子とかですね、この世界で起きてるのは化学の世界なんです。けど、こういうウラン235っていうのは235が分裂してますでしょ。だからこれはここの核のここで起きてる反応なんですよ。わかりますよね。この真ん中のところで起きてるのが原子核の反応なんですね。でこんなあの核が小さいようなそのものっていうのはあんまりそのね、激しい核分裂っていうのはしにくいと思いますけど、まあこういうのもありますからね。だから一概には言いません。そうするとこのウランの次の NP だとか、あ次プルトニウムか、AN だ。多分ですね、このウラン以降はですね、人工的に作ったというか、人工的にできた、人工的にいろんなことをやってる中で発見された原子なんで、いわゆる、なんて言ったかな、自然の中では、自然はウランが最高だと思います。ウラン238ぐらいが最高じゃないですかね。その中にニホニウムとかなんかいうのもあるわけですね。今回命名されたニホニウムとか、あ、ニホニウムってこの辺に来るんでしょ。ね、来るわけですね。なんかよくわかんないです。まあ全然知りませんよ、私もこの辺。まあこれネプチウムとか、これアメリシウムとか、実はまあたまに出てくるあの性質で、本当は詳しく知りたいんですけどね、こういうの。僕が知ってるんで、例えばアメリシウムっていうのは核分裂するとプルトニウムになるんですよね。だからね、まあそういう話も後でしようと思ってるんですけど、ね、ストロンチウムっていうのは核分裂するとイトリウムっていうのになるんですよ。でそのイトリウムも核分裂なんですよ。セシウムっていうのは後で見てもらうんですけど、分裂するとバリウムになって、そのバリウムが低エネルギーバリウムに変わるんですけど、その途中であるバリウム M とかいうのは放射性物質なんですね。だから一回分裂したら終わりじゃないんですよ。娘核種とかね、孫核種って言うんですけど、親が分裂してできる物質もまた分裂してっていうね、放射性物質だっていうのがあってですね。で親より娘の方がえげつないっていうのが結構ある。でそれがこのイトリウム、ストロンチウムなんです。だもうストロンチウムはいろんな意味でですね、えげつないんです。これプルトニウムもえげつないんですけど、ストロンチウムも非常にえげつないんです。しかもこれベータ核種といって、ベータ線しか出さないからですね、捉えにくいわけです。ガンマ線出してれば、我々もって線量計でこうやって分かるんですけど、ベータ線は線量計ではなかなか測りにくいんで、そんな話はまた後でやります。今日はだから、この、こういう化学反応と核分裂は違うっていうのを理解してもらえればいいかなという、そういう話ですね。それから周期率表の見方はぜひ覚えてほしいなと。で、軌道の話ですね、ちょっと補足しておきますと、あの太陽系と思っていただければいいです。だから太陽があって、第一軌道水星が回ってますね。
第二金曜軌道が金星ですね、水金地、その次が地球、第三軌道地球、火、次が火星、木星と水金地火木土天海冥、ね、というふうにそれぞれ惑星が一つあって、その一つの惑星が一つの軌道をつかないものとなってるんですね。太陽系っていうのは一軌道に一個しかない、基本的に惑星はね。ところがこのミクロの超ミクロの原子の世界というのは、第一軌道のこの水太陽の周りの水星のところにですね、電子が2個ちょっと距離を取りながらふーっと回ってるわけですね。それから第二軌道のところはですね、金星どころかですね、第一金星、第二金星、第三金星、第四金星というふうにですね、8つまで入れるってぐるっと回ってる。ただ8つまで入ったやつはネオンであり、7つまでしか入ってないやつはフッ素であり、物質の名前が変わっていくわけですね。変わっていく。で、なんでこんなにね、4つだとか3つだとか2つだとかあるんだっていうのは、その理由は原子核が、陽子がこの電子の数と基本的に同じだから、原子核が違うから、その核に集まってくる電子が、陽子が1個なら電子も1個、陽子が2個なら電子も2個っていうふうになってて、そういう組み合わせでこうできて綺麗になってるんですね。なんか秩序正しい、そういう世界ができちゃってるんですね。で、第三軌道はまた同じように8個まで入れますよっていう。で、それに何個入るかというのは、それは太陽のところにあるこの原子核の中に陽子がいくつあるのかで決まるわけです。一体いくつ入るのかっていう。で、そのことと、じゃあその入ったこういうですね、こういう一つ一つの原子がそれで安定してるかどうかは別の話であって、安定してるのは先ほど言ったようにここのところ。要するに飽和状態になってるやつは安定してるんですけど、こういうふうに飽和状態になってなくて、一つちょっとはみ出てるとか、あと一個足らんとかいう、こういうところが非常に不安定で、すぐくっつきたがるわけです。で、くっつくっていうのはどういうことかっていうと、こういうことなわけです。で、一番よく出てくるのは、このナトリウムと塩素がくっつくってよく出ますよね。NaCl、食塩です。食塩というのは、Na と Cl が1個余ってるのと、1個足りないやつがこうくっついてる。NaCl っていう化学結合しているそういう物質なんですね。で、しょっぱいでしょ。あれは典型的な化合物なんですね。なんぼでも打線できるんですけど、 NaCl だってね。で、こっちは善玉なんです。これ悪玉なんです。で、もう化学工業というのはですね、この Cl をどうするかというのでずっと悩み続けてきた業界です。で、Cl っていうのはまずですね、毒物の原料なの。サリンも確か Cl 化合物ですよ。で、まあ、スウェーデンとかドイツとか、大陸のヨーロッパからこういう、ね、ノーベル賞もそもそもほら、毒物産業ですから、この Cl をそのどうするかっていうですね、どう利用するかっていうので悩み続けたのが化学工業です。Na はこれは善玉なの。こいつはもう人間にすごく役に立つ。ただナトリウム単独は危ないんです。これ金属なんで、これすごく金属で反応しやすくて、すぐ王とくっつくとかですね、水なんかをこうくっつけるとですね、すぐボワーとかってなるんで危ない。単独は危ないんですけど、化合物にした時の Na っていうのはすごく役に立つ。善玉元素です。 Cl は悪玉元素。ダイオキシンとかいうのは、この Cl ダイオキシンとかいうのはですね、こう見たことあるんでしょ。これ大体これ炭素の、まあ、リンクなんです。こんなところにですね、 Cl とこうやってくっついてるんですよ。こういうのがですね、ダイオキシン類っていうのがあって、猛毒ですよね。で、 Cl が入ってると危ない、基本的に危ない。で、例えばですね、人工甘味料スクラロースっていうのがあるんですけど、これすごく甘いんですけどね、人工甘味料のスクラロースは Cl 化合物、塩素化合物なんです。だから発がん性が多分あるぞって言われてますから、ものすごく甘い、なんて言うんでしょう、お菓子とか飲料水とかいうようなお酒避けた方がいいです。ものすごく甘いんです、そのスクラロースって言われてるやつはね。まあ脱線の話ですよね。スクラロースって言うんですけどね、わからないながらもお聞きしたんですけど、このプルトニウムとかネプチューンとかっていう名前は、この、太陽系の冥王星とか海王星とか、そういうところからこう持ってきて
名付けられたっていう理解でいいんですかね。そうそうです。よくご存知で。私もあの英語弱いんで今日電子辞書持ってきましたからね。それでちょっと調べてみますと、水金地火木土天海冥とか言って、天王星海王星冥王星と、はい、土星よりも遠いところにね、はい、でこれがまさにそうみたいですよ。このウラヌスっていうのが、はい、天王星、はい、からこの海王星、これネプチウムって言うんですけど、海王星ネプチウムとか言うんですよね、はい、それから冥王星のことをプルトンとか言って、プルトとか言ってるみたいなので、これプルトニウムっていうんで、多分ここから持って、多分こっちが先で、これ後から発見してこう名付けたんじゃないですかね。多分そうでしょうね。面白いですね。面白いですよね。その後どうしたんでしょうね、アメリシウムかとか。なんか分かりませんけどね、CM って。コマーシャルのことじゃないと思いますけど。なかなかこう、まさかこんなこととこうつながってるって、こういうのを聞かないと全く分からないですよね。そうですよね。日本人とかいうのはこの辺で、さらに分かりづらいような名前なんですけどね、はいはい、まあ、イチローニウムとか分かりやすいのがあったらいいんですけどね。まあ、今回はあの第2回目これでちょっと終わりなんですけれども、かなり私もあと 2,3 回聞いてようやく内容とイメージが湧くかなっていう今回はの内容でした。またあのいいえ、とんでもないです。皆さんもきっとたくさんそういう方いらっしゃると思うんですけれども、これもまた今起きていること、この国で起きていることにつながる、もう具体的な知識だと思いますので、ぜひ今見ていらっしゃる皆さん、あの1回で分からなくてもこれ何回も見られると思いますので、ぜひまた見ていただいて、でこの後また3回目が続きますので、ぜひあの次回もご覧ください。今日は田中さんありがとうございました。はい、どうもこちらこそ、ありがとうございました。